はい今回は野党共闘がうまくいかない、まあ、理由について考えていきます。今回もよろししくお願いいたします、まあ、何かと言いますと、立憲民主党とですね国民民主党と、まあ、連合、吉野智子が共産党とは協力する気がないと、まあ、そういったことがまあニュースになっておりましたので、こちらがですねその根本原因のまあ一つであると考えられます。 えー、最近、ですねずっと言われているのは蓮舫さんがですね悪く言われるんですが全く蓮舫さんは悪くありません蓮舫さんと共産党の仲が悪いというようなことをマスコミがですね、えー、持ちかけて、えー、それで、まあ、立憲と共産党を仲違いさせるということだと思いますで立憲の中にはですねまともな議員も、まあ、いますが、まあ、その立憲とですね共産がこうなんていうなてのかな対立しているようなあ 風潮を作り出して、まあ、蓮舫さんのせいにしてね、蓮舫さんは全く悪くないですが蓮舫さんと共産党がどうのこうのとかっていうことを言ってですね、あのまあ、野党共闘からどんどん,どんどん遠ざけているんですよねマスコミの狙いだと思います。で野党がまとまらないことによってですね、有利になることがあるんですよ。それは自民党が政権を維持できるっていうことです。 マスコミ、広告代理店、デンマル、そういったものが自民党の政権維持のためにやっていると、まあ、僕はそういうふうに思っています。で、僕はの東京都知事選の時から、今もそうですが、ずっと蓮舫さんを応援してるんで、蓮舫さんのことを悪く言うことはありません。東京都民の方のために頑張ってくれる政策を打ち出した蓮舫さんが悪く言われる意味が分かりません。マスコミののですね、えーまあ、その 火種を作られたものに対して SNS ではですね、えー、かなり蓮舫さん悪く言ってるまあはっきり言っておか,おかしいとしか思えない発言が横行してますが完全におかしいです蓮舫さんは別に何も悪くないじゃあ何がおかしいのか立憲民主党の代表の泉健太と国民民主党の代表の玉木雄一郎と連合の吉野智子だと僕は思います実際にこれはニュースになっており共産党のですね小池晃さんもそのようなことを言っていると だからマスコミとかの力が裏で働いて、立憲、えー、国民民主と、なんていうのかな、まあ、連合が結びつきを、まあ、見せるわけですよ。で、そこのお、まあ、思惑っていうのは、消費税増税だったり、で逆にです、ね、立憲の中に消費税減税派の人がいます。そういった人たちは邪魔なんで、多分ねで、そういった人たちとのこの水を作る、そういった目的ではなかろうかと、僕は考えて思います。 だから蓮舫さんはですね、立憲民主党を離党したんで、これを機にあのまとまなことをおっしゃってるんで、まあ、消費税減税を掲げて、ですね、まあ、どういった形かは分かりませんが、共産党と協力、あるいは令和と協力、社民と協力、まあ、そういうことをして、ですね、政権交代の方に頑張っていただければと思ってます。僕は蓮舫さんを応援してるんで、繰り返しますが、悪いことを言ったりとか、悪口を言ったりとか、そんなことはないですし。 僕は東京都知事選の前後でずっと思っていることがあるんで、まあ、これ言うと立三様がどういうふうに思われるか分かりませんけど、蓮舫さんの悪口を言う人間がいるから日本が良くならないんだよ。なんだか知りませんけど、ね、なんかいろんな悪口言ってるじゃないですか。あの、東京都民の方を、東京都民のことを考える方に対して、なぜ悪口を言う政策だってまともそのものだったじゃないですか。 で東京都知事選が終わったら小池百合子に批判の目が向かないようにマスコミの誘導で蓮舫さんを叩くわけでしょで。蓮舫さんは言われなきことで叩かれるわけじゃないですか。蓮舫さんを叩く人間って僕恥だと思いますけどね。で、さらに蓮舫さんを叩く議員もいるでしょ。国民民主の議員とかも叩いてるじゃないですか。恥もいいところですよ。恥を知れって思います、僕。だっておかしいでしょ、普通に皆さんも。あ蓮舫さんを応援してる人をね、まあ、僕もそうですが、おかしいとしか思えないじゃないですか。 選挙のズルで負けたっていうのもありますけど、まあ、じゃあ、100歩譲ってね、選挙のズルで負けたっていうことであれば、ね、あの都民のために頑張ってくれた政治家が負けてえ、悲しいなって、それで終わりじゃないですか。なんでその人が悪く言われるんですかで、おそらく、この野党共闘を邪魔しようとしているのが、先ほどお話した、まあ、立憲民主党の代表、泉健太、あるいは、立憲民主党の執行部ですね、消費税増税を掲げる、えまあ、おかしな人間たち。 そして後ろにいる吉野智子。で、今回出てきますが、国民民主党の玉木雄一郎。国民民主党の玉木雄一郎は過去に東丸とのつながりがあるということを指摘されてますので、まあ、東丸、経団連、連合、そういったものがつながっており、まあ、要するに隠れ自民党ですね。隠れ自民党の動きを見せているとで。隠れ自民党でないところがあるんですよ。それが、令和と共産党なんで、そこが要するに否定される形になってます。だから、はっきり言って、皆さんも思ってると思いますが、 あの議席数が少ないとかそういったことはあるんですよ、それは本当にね、悔しい限りなんですが、まともなことを言ってるところっていうのは、令和と共産党ぐらいじゃないですか、社民も入ってるのかわからないですけど、僕は社民がわからないんでね、だから、日本国民のより良くなる生活っていうことを願うのであれば、令和と共産に力を持たせるしかないんですよそこに、立憲民主党の消費税減税派のまともな議員が加わって、それで一つの塊を成すしかない。 そうならないようにしているのが、泉健太、玉木雄一郎、吉野智子だと思います。で、こちらはですね、リスナー様のご意見にもありましたが、共産党について悪く言う人っていますけど、わけわかりません。共産党の方がまともです。一番今悪いのは自民事公です。 これ以上悪くなることはないです。自民自公以上に悪くなることはない。で共産党ってのはまともなことを言ってますが、なんだか知りませんが、偏見なのか色眼鏡なのか、なんだか知りませんけど、悪く言いますが、令和と共産党ってのは憲法改正に反対してるわけですよ。つまり、令和と共産党は有事反対なんですね。自民、えー、公明、維新、国民民主、立憲民主の泉健太も、あの、改憲派でしょ。うん。憲法改正、推奨派、改憲派じゃないですか。 有事に向かうんですよそれに国民は気づく必要があるんですが、口を叩けば蓮舫さんの悪口を言う、どうかしてますよ。この日本国民の民度の低さが、この今の日本に、えー、なっていると僕は思いますから、本来であれば日本国民が一致団結してですね、明らかにこの自民党をねひっくり返していかないといけないと。あの国民もそう思ってるんですよ、自民党ではダメだと。じゃあそこから今度、野党に行こうかって思った時に、マスコミのその罠があって、そこにまんまとハマるっていうことですね。で あの今回の、まあ、趣旨っていうか何を伝えようとしてるのかっていうとですね、えー、泉健太玉木雄一郎吉野智子っていうのがどうしようもないっていうことです。なんでかっていうともしも野党共闘や野党連立内閣になってもおそらく共産党を入れないっていうことなんですよ。おかしいでしょ普通に考えて。令和を弾いたり共産党を弾いたりっていうのはおかしいわけですよ。なんで弾くのかって話です。だからそれっていうのは言ってしまえばあとでもお話ししますが。 あのまあ、野党に形を変わっても背後に米がいる、あるいはですね連合がいる、経団連がいるっていうそういった形で、それでない人ね、えー、それでない人たち、令和とか共産党っていうのは国民のためになるから、多分邪魔なんでしょうね。だから立憲民主党の一部の人間たちを共産党が手を組まないようにわざとしているっていうことです、わざとしてるんですよ、これ。 でまあ、それがニュースになってるんで、まあ、どういうことかっていうと、吉野智子はです、ねまあ、原発政策とかについて、立憲と国民民主で、まあ、協議したが、合意には至らなかったと言ったんですね、果たしてこれ、原発のことを話したのかどうかっていうのは、僕らには分かりません。で、まあ、この、まあ、ポーズであると思うんですが、このポーズの狙いがまた違うところにあると考えられるんですね。 で、えー、ここが一つこのニュースの大きなポイントなんですが玉城雄一郎がですね吉野玉木雄一郎と吉野智子が泉健太に、えー、対してね次期衆院選に向けて共産党との選挙協力を見直しを改めたって、うん、立憲は共産党とまあ親しくするなよっていうことなんじゃないですか今回の東京都知事選のようなあ形なのか何だか知りませんけどとにかく立憲と共産のこう溝を作るように 玉木雄一郎と吉野智子が言ったっていうことで、おかしいとしか思えないじゃないですか。うん、だって、当たり前の話ですが、野党は共闘しないと政権交代できないわけですよ。それを考えてるのに、それを邪魔してるとしか思えないでしょ。で、えーまあ、そうこういったことがあ,のあ,ありますし、こういったことがまあニュースになってるんで、ちょっとニュースを見ていきます。で、その共産党の小池晃さんがですね、そのことについて言及されたんですよね。 共産党の小池晃さんが7月23日の会見で、立憲民主党の泉健太、国民民主党の玉木雄一郎、連合の吉野智子のこの3者でね、話し合ったことについて言ったと、触れたと、泉健太、玉木雄一郎、吉野智子は7月22日に会食して、 玉木は吉野が次の衆院選で原発政策についてどうのこうのって言ったんですが合意には至らなかったと僕はこれは全くのデだらめだと思っていて原発の話をしたっていうことを表向きに言ってますが次も、ね、立憲国民民主はですねその共産党協力しないようにっていうことを促したと僕は思ってます。 共産党との選挙協力の見直しっていうことなんで、まあ、協力するなよっていうことなんじゃないんですか、で実際、小池晃さんはこのようなことをまあ言ってるわけですよ。野党第一党の、まあ、立憲の党首、あるいは国民民主の党首、うんねえー、連合の吉野智子が話すことは必要だと、ただ、共産党にはそういった予定がないっていうことで、えー、もし予定があったらあまあ応じたいっていうことで、小池晃さんは応じるっていうことなんですよね。 ただ、おそらく声がかからないと思いますよ。あのそれがおかしいんですけど、声がかからない、声をかけないということだと思います。玉木雄一郎、ね、泉健太、吉野智子は何を話し合ったのか知りませんけど、野党共闘しないようにしてるんじゃないんですかそうとしか思えないじゃないですか。立憲民主党ってどうかしてますからね。うん 皆さんも多分思ってると思うんですが、立憲民主党の中に消費税増税派と消費税減税派っていうのが分かれていて、もう党内がまとまらないと。で、えー、立憲の中でですね、共産党と手をつなぐことは全くおかしくないんですよね。立憲、れ、え、い、ー、社民、共産が手をつながなければ野党共闘にならないから、それを邪魔する吉野智子、泉健太、どうかしてます完全におかしいでしょで、 多分皆さんも思ってると思いますし、僕も思うんですが、立憲民主党って理解できないんですよ、政党として。でこの1つの政党の中に、ね、その消費税増税派と消費税減税派が混合したりして、ね、全然話し合いがまとまらないじゃないですか、で執行部っていうのがもう腐敗してますから、立憲民主党の執行部ね、消費税増税派、あるいは泉健太、吉野智子に飲み込まれて。でこれ何が問題なのかっていうと、 野党共闘が必要の際に立憲民主党から例えば共産党にオファーがあるかないか多分ないでしょうねで当然立憲民主党から令和あるいは社民にオファーがあるかないかないでしょうねで過去に立憲民主党というのは令和山本太郎さんが何度もおっしゃってますが消費税の件で激しい裏切りを見せたことがあるんですよまた裏切るかもしれないじゃないですかで当然令和もそうですが令和社民共産党立憲の裏切りに気をつけてるわけですよ で僕は思ってるんですが立憲っていうのはおそらく共産党と令和には協力しないはずですなぜかっていうと立憲のコントロールしてるのは連合の吉野智子だからうん令和と共産党っていうのは消費税廃止消費税減税を掲げるんですが立憲というのは消費税増税を掲げるんですね、えー、立憲の背後にいる連合吉野智子経団連そういったものは消費税増税ですから路線としてねで令和っていうのは消費税廃止消費税減税共産党もそうじゃないですか だそういったところで考え方が全く合わないんですよ。で、当たり前ですが、令和と共産党の考えが正しいんですね。消費税は社会保障に使われておらず、大企業の法人税の穴埋めに使っていることが分かっているで、そんなものはなくすべきなんですが、そうしないと。で、はっきり言って、あの考え方がどうとかっていうのは、いろいろあるのかもしれませんが、令和と共産党以外、まともな政党ってないと僕は思いますけどね。まあ、社民も入るのかなあーで。令和、社民、共産の3つだけじゃないですか。 で自民、公明、維新、国民民主というのは、改憲派でおかしいの、そこに今度、立憲民主も、ね、泉健太が改憲派でおかしいこと言ってますが、自民、公明、維新、国民民主、立憲民主っていうのは、総主国米、経団連の言いなりなんですよ。で、さらに言えば、あ立憲民主党の執行部ですね、野田とか、あね枝野とか、岡田とかっていうのも、これも経団連の言いなりですから、話になりません。 だから、何が問題なのかっていうと、自民党の中で、この経団連、あるいは米の言いなりの議員、あるいはですね、立憲民主党にもそういった、あね、米、えー、その経団連、連合の言いなりの議員、つまりは売国度ですね、売国度がはびこってるんで、これをどうにかしないといけないんですよ。で、この皆さんも僕も思う、この消費税廃止消費税減税っていうのは、必要なことであるのは当然のこととして、この消費税廃止消費税減税っていうのは、 あのその政治家がです、ね、国民に対してどのように向き合っているのかというのを見る一つのです、ね、判断基準になるんですね。国民生活が厳しいと言っている中において消費,税消費税を減税しないという政治家っておかしいじゃないですか国民のことを考えてないでしょ国民の方向いてないでしょだからそういった政治家というのは支持するに値しないですしどうしようもないということですだからできることであればあ、まあ、令和と共産党でね、まあ、今回出てましたけど、まあ、原発の件もそうですが原発を停止して 消費税を廃止して、憲法改正を絶対させない、そこにですね立憲民主党のまともな議員が加わって、なんとか政権交代になることを願ってます。とにかく自民党とマスコミがですねこの野党のまとまりをなすことを邪魔してるんですよ、それに気がつかないといけない、で SNS を見ると、ですねまあ、皆さんはそんなことがないし、僕も全くそういうことはないですが、蓮舫さんの悪口が、ね、多いじゃないですか、ひどいじゃないですか、訳わ,わかんないですよね。 で、あの、国民民主も、蓮舫さんのことを悪く言ってるんで、話にならないと、まあ思いまして、僕に、まあちょっとお伝えできることっていうことで、だから野党共闘を邪魔しているのは、立憲民主党と国民民主党、ね、立憲の泉、国民の玉木、そ、それと連合の吉野智子ですで。それが、共産党と仲違いするようにしてる。で、当然、令和とか社民にも声をかけない。そういったものが問題であると思います。まあご参考にしていただければと思いますので、今回はここで終わります。 最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。